はようございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですねゴールデンウィークで、鹿児島に帰ってきております。私は東京にですね心残りを残して一旦帰ってきたんですけれども、ちーちゃんのさ上羅の亡霊って言ったじゃないですか、缶バッジ、あの才能開花前のねあの絵柄のやつ、あれがなくで、諦めてないんで、ちょっと鹿児島のアニメート行ってこようかなと思って動画を回しております。友達が明日アニメート行くから、あの別のところのちょっと遠いアニメートに行くから見てこようかって言ってくれて、見てくれたみたいなんです。そしたらあって、あるよ何個買うって言われて、ワンボックスも買ってもらおうと思ったんだけど、なんか全部空いてたらしくて、箱が今私絶不調じゃないですか、ちーちゃん来ないから、当たるかは別じゃないですか、てか当たんないじゃん私で、ワンボックス買いたいなと思って実家で動画を回してます。昨日同窓会でですね久しぶりに同級生に会いまして、お酒で顔パンパン、私今日ボーリングしたりして帰ってきたんですけど、筋肉痛とむくみのダブルコンボ、いやーでも楽しかったね、久しぶりに楽しかったです、めちゃくちゃ楽しかった。いやマジ売ってるかな希望はワンボックスなければバラ、それこそ池袋のアニメートなんかもうやばいだろうね、ゴールデンウィークだって日頃の土日でさえさ、すっごいレジ並ぶもんね。いや、でも楽しみ。1年ぶりなんで、鹿児島のアニメイト。え、何買おう、マジで。ちーちゃんのあったらもちろん買う。あ、買うけど他のも買うじゃん。ということで、もうちょっとしたらバスに乗っていきたいと思います。空気通ったね、これ。バスに乗るので、マスクします。日差しやば。いや、綺麗。帰宅しましたー。アングルが行きと一緒だからあんまり行った感ないけど、暑かったー。アニメイト行ってきました。変えたでしょうか。結論から申し上げますとないですねないわやっぱりどこにもないのよ。だからやっぱワンボックスはねもう無理かもなー。でも買ってもらった個数で出るかなー、絶対出ないんだよなー。ということで帰宅しましたが、買ったものね、あの、手ぶらで帰ってくるわけないんで、アニメイト行ってね。アニメイト行って、手ぶらで帰ってくるわけないんでね、ちょっと買ったものを紹介したいと思うんですけれども、手元映そうかな。手元映すわ。ちょっと待ってください。はい、じゃん。買ってきた、アニメイトの袋。これを買ってきました。探せないかーい。これさ、ずっと迷ってて、怪獣8号の、アクリルスタンド？アクリルフィギュアコレクション。アクリルスタンドみたいなもんですね。もう一択。怪獣8号、カフカ、レーノーくん、キコルン、星名さん、アシロ隊長、ナルミ隊長、イハルくん、シノミヤさん、で集合ですね。2個買ってきました。2個。ちょっと怪獣8号は前の Vlog で、当ててるんで、ちょっと開けよう。ちょっと、片手無理。ちょっと、破きます。破いた。破いたんですけど、ちょっと悲惨なことになりました。すいません。誰かなー。イェイ！あ！イハルくん？イハルー。かっこいい。イハルくんはかっこいいんだよなー。かっこいい。この前もイハルくん弾いた気がする、私。前のアクリルスタンドのやつ。ちっちゃい。ミニアクリルスタンドのやつ。かわいい！これ欲しい欲しい。でもイハルくんも結構好きだからな、私なんだかんだ。怪獣8号なんかそもそもみんな好きだな。イハルくん、もう一個開ける。もう一個は誰かな。いきますよ。片手むず。いきます。おい、あ、カフカ。カフカです、主人公。いや、カフカいいよな、めちゃくちゃ素敵。赤なんだ、カフカ。ここ、え、待って、なるみ隊長な、何色なんだろう。怪獣8号は緑。イハルくんも緑。え、何色かな、何色なんだろう。この後ろの色なのかな。だったとすると、え、でもな、あ、白隊長も欲しい。え、でもここ欲しい、ここめっちゃ欲しい。あと、もうこれも欲しい。あ、全部くれよ。これね、1個880円で結構したわ。うわ、嬉しい。また機会があったら買おう。池袋確かめっちゃあった気がする。一回断念したんだけど、やっぱ諦められなくてトレーディングを引いてしまう。今怪獣8号さ、めっちゃさ中古ショップで高いんよ。やっぱアニメ始まるからかな、始まる前に高いんだろうね。だってさ、もうさ、私の推しね、この人なんだけど、なるみ隊長。なるみ隊長さ、めっちゃ高いんよ。多分これ4、5千円するんじゃない、下手したら。え、それはちょっと持ったかな。
缶バッチとかが3000いくらだった気がする。え、わかんない。でもめっちゃ高かった。ちょっと自力で聞きたい気持ち。ジャンプフェアみたいなのやってて、それの特典3枚ですって言われてもらった。開ける。伏せた状態で。これ結界戦線だってんだよね。見たことはない。あの、エンディングだかオープニングだかは知ってる。なぜか。あ、なにこれ。え、こち亀の人ちゃうこれ。なんて書いてる？ミスタークリス。一瞬こち亀かと思った。えい。お？知らん。冒険王ビート？え、わかんない。待って、これさ、モリアーティとかあったんかな。え、ちょっと待って、後で調べるわ。モリアーティとかあったんかな。え、モリアーティとかあったら欲しい。幽谷のモリアーティがいいし。ジャンプだよね。ジャンプってことは怪獣8号もあるし、幽谷のモリアーティもあるし、もちろん呪術とかヒロアカとかもあるでしょ。坂本デイズ欲しい。交換もトム。え、ジャンププラスの方もあんのかな。そうするとあのローンとかも出てくるんだけど、今結構中心で見てるのが坂本デイズ、呪術廻戦、マッシュル、ブラックロー。え、なんかどれか欲しかった。でも幽谷のモリアーティあるんだったら、なんか最優先で欲しいまであるわ。ちょっと後で調べてみよう。これ勝ちた。いやもう、おい、ここ切り取ってくれ。これは、あの、ちょっと、気合入れたいんで、あの、動画であげます。あの、別で動画であげるんですけど、アルカナカード。いや、アルカナカードがさ、今このタイミングで、ティーパーティーの絵柄を出してくるのが、もう天才すぎてありがとうございます。いや、マジマジ、本当これは定期納税。買うじゃろって、てかもう、あ、わかった。てんねー、パッケにさあ、ティーパーティーを持ってく。いや、マジ見て。もうほんと溶けちゃうかもしれない、私。これ、やっぱ一番好きだわ、ティーパーティー絵柄。マジでかっこいい。超えるものないかもしれん。え、先輩の絵柄、ティーパーティーが一番好きっていうのは前から言ってるんですけど。プリマベーラとかもめっちゃ好きなんだけど、やっぱティーパーティーが強いんだよね。あ、ちーちゃんこれなの？マジやばい。SH ちーちゃんじゃん。これはね、後日ゆっくり開けたいと思います。これ。え、もうか。もうさ、H 先輩パケになりすぎ案件。これも可愛いよね。幼女か、マジで。ハンバーガーこうやって食べないもんね。野獣のように食べますけど、私なら。これ才能開花後やばいっすよ。ダイナーですからね。お墨強い感じね。もう舐めるように見ましたよ、全身を。その説は。これも動画で開けます。これ3枚入ってんじゃなかったかな。ほら、ここにもおる H 先輩。ちーちゃん、これなん。あ、夏目くん、これ。心が現れるようだ。これもね、ちょっと動画で開けたいと思います。はい、ということで、もうあくびが出ます。昼寝の時間です。今ね、3時ぐらい。久しぶりにアニメート、鹿児島のアニメート行ったんですけど、あの、アンスタはね、結構やっぱ広いかったです。あの、棚が。通り部が全然見つからなくて、どこ行ったかなと思ったら、すごい小さくなってましたね。端の方に行っちゃってて。ということで、私は今実家におりますが、ゆっくりしたいと思います。マジ眠い。バイバーイ。